マージャン&アクイリションというところで合併、買収、市場内取引買い付けによって買い続けていくというのは基本的に困難なんですね。はい、皆さんこんにちは。日本円マンドレセンターの田中です。今回もですね、マンドレの基礎編というところで解説動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、今回ですね、そもそも M&A とは何なのかというところですね、大きな概略から各手法の検討を含めてですね、基本的なところを発信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず M&A なんですけれども、マージャン&アクイリションというところで企業の合併と買収の M と A の単語を取ったのが M&A というふうになります。 M&A というとですね、広い概念になるんですけれども、その中の合併というのはですね、また後ほど説明しますけども、2つの法人格が1つになるというのが合併になります。買収なんですけれども、基本的にその対象会社の株式を取得することによって企業を譲り受けていくというところになります。企業またはその事業の全部または一部の移転を伴う取引っていうところを M&A というふうに定義されております。協議の意味としてはですね、会社の支配権の移転を伴う取引というところで、否決権利は 50% 超の否決権の取得っていうのは M&A になってきます。より広い意味で言うとですね、会社の支配権の移転を伴わないマイノリティ出資、50% 未満の否決権の取得の場合も、M&A に含むというところも定義されております。協議と抗議を含んで M&A と言うんですけども、基本的にはですね、 50% 未満の否決権の取得も含んで M&A と言われる場合が一般的になっております。企業またはその事業の全部または一部の移転を伴う取引についてもですね、様々な手法がありますので、今日はですね、そこを簡単にご説明させていただければと思います。日本 M&A センターでは M&A の無料相談を随時受付中、詳細は概要欄をチェック。はい、ではですね、ここからですね、M&A の合併と買収の合併の方について簡単に見ていきたいと思います。合併はですね、簡単に言うとですね、2つ以上の法人が1社になること、1つになることを合併と指します。でですね、合併ではですね、吸収合併と新設合併があるんですけれども、実務上はですね、あまり新設合併の方は使われてなくて、基本的に吸収合併というふうになっています。あとですね、M&A の場合ですね、いきなり合併というのはあまりなくてですね、買収をしてその後合併という手続きを取ることが一般的になっております。で、簡単にこう説明させていただきます。ここに A 社と B 社があります。 A 社は A 株主が 100% 保有しています。 B 社は B 株主が 100% 保有しています。で、合併の場合、存続会社と消滅会社がありますので、 B 社をこう消滅会社、 A 社を存続会社、この2つの法人が1つの法人格になりますので、 B 社はなくなって A 社と合併して新しい会社が、この時ですね、消滅会社の B 社の株主にはですね、もともと B 社株を持ったものに対して新会社の株式が交付されるのが一般的となっています。新会社の株式が交付されてですね、最終的に A 社を存続会社、 B 社を消滅会社として新しい新会社ができて、旧 A 株主で 50%、 旧 B 株主で 50%、こういった2つの会社が1つになって最終このような株主構成になるというところが一般的になっております。あとですね、合併の場合はですね、2つの法人格が1つになりますので、猶予規定とか、全ての規定を合わす必要があってですね、実務的に非常に煩雑になっております。なので一旦は買収で株式を取得して、その後合併をするというところが実務上多くなっております。はい、次にですね、企業の合併と買収の方を簡単に見ていきたいと思うんですけれども、買収となった場合はですね、 A 社 A 株主が 100% 株式を保有していたとします。新たな改定 B が出てきたとします。で、この B はですね、 A 社を所有している A 株主と協議交渉をしてですね、いくらで売ってください、いくらで買ってくださいっていうのを交渉して、この交渉が成立すると株式の譲渡になります。株式の譲渡が成立して 100% 譲渡されると、 A 社 A 株主が保有している A 株式がですね、こちらに移りますよね。なので A 株主による保有っていうのは消えて、新たな B が 100% 所有する M&A が成立するというところになっています。なので、先ほどの合併というようにですね、2つの法人格が1つになることなくですね、株式の所有者が変わることによって、この会社の所有権が変わると。例えばこの B、この買い主 B が法人格で上場している会社さんだった場合、新たに A 社の株式を 100% 所有することによって A 社をこう連結対象に含めることができるわけですね。例えば A 社が売上100億の会社であればですね、買い主 B の財務諸表 PL に100億、単純に言うとですね、ガッチャンコされるというところになります。なので M&A といってもですね、合併と買収を比較した場合ですね、会社が一つになるのか、それとも株式が移転することによって会社の所有権が移転するのかというとですね、全く大きな違いがございますというところになっております。
実務上ですね、M&A といった場合ですね、よく使われるのはこの買収の方ですね、株式の移動によってこの対象会社 A について、買い手がこう取り込んでいくというところになっています。上場会社であればですね、この株式というのは日々一定多数の人が理解しておりますので、日々株主が変わっているというところになっているんですけども、非上場会社の場合だとですね、基本的には株式を数名で保有していて、その株式をある法人から買うことによって M&A が実行されていくというのが通常のケースになっております。次はですね、 M&A 自体はですね、広い概念になっているんですけども、この M&A の手法についての分類をご説明させていただければと思います。この M&A といった場合、一言で言った場合でもですね、様々な手法があります。冒頭申し上げたように、その合併と買収の違いのように、まず何を対象としているかによって大きく分けられます。一つはですね、その買収のように株式の取得となるのか、そもそもその会社の事業自体の取得になるのかによって分けられます。例えばですね、この合併などはですね、この事業自体を取得していくと。で、株式の取得の中にもですね、この組織再編行為と組織再編行為以外になっておりますが、メインはですね、この組織再編行為以外のところになっております。組織再編行為以外の株式の取得についてはですね、会社以外の第三者からの取得と、会社自身が株式を発行ないし自己株式を処分することによって会社から取得する場合に分けられます。株式譲渡、会社以外の第三者からの取得についてはこの3つに分けられまして、特定の株主からの相対取得、非上場の会社の場合はこれですね。で、次に上場会社の場合は市場内買い付けと公開買い付けというふうに分けられます。上場会社の場合ですね、株式は上場されていて、日々ですね、不特定多数の人が多数の取引をしているというところで、日々株主が変動しているというところになります。その市場内から買い付けていく場合ですね、一般的にはですね、証券会社とか間に入って、市場からちょこ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 買っていくんですけども、ただですね、この市場内の株式を市場内取引買い付けによって 0% から 100% 同じ 50% まで買い続けていくっていうのは基本的に困難なんですね。というのもですね、買っていってる最中にですね、この株価が上がどんどん上がってしまって、予算をオーバーしていったり、買い付け期間も長期に及んで、かつその間値段が上がっていくというので、基本的にはこの取得に向かないというところ。ここで活用されているのが公開買い付けになっておりまして、市場外の買い付けですね、市場外のルールに乗って、金商法のルールに乗っ取って、その買い付ける期間と買い付ける値段というところですね、事前に発表し、その募集があった株主から買っていくというところになっております。この場合ですね、大量の株式を取得することができます。なので、これはいわゆる TOB といわれるものですね。次ですね、株式譲渡で会社以外の第三者からの取得に対してですね、会社からの取得になります。これはですね、いわゆる会社が新しく株式を発行してそれを取得するケースと、会社がですね、すでに自己株式として有している金庫株を新たな株主に渡すケース、この2つに分けられます。なので、この第三者からの取得と会社からの取得で何が大きく違うかというとですね、第三者からの取得についてはですね、発行体にお金が入らないというのが大きな特徴になっています。第三者割合で投資する会社からの取得については、新株の発行や自己株式処分の場合は株式を渡して会社のお金が入るというところになります。次にですね、この組織再編行為なんですけども、株式交換だったり株式移転についてはですね、グループ内再編だったりですね、既存の会社に 100% 株式を取得させる場合や、新設の会社を作ってですね、そこに 100% 株式を取得する場合などに活用されます。次、事業の取得なんですけれども、こちら冒頭で説明したようにですね、合併ですね、2つ以上の法人格が1つの法人になる場合というのは、この事業自体を取得していくことになりますので、これあとですね、同じ事業の取得でも会社分割ですね、一つの法人にあるうちのある事業を新しい会社、新設会社に包括承継していく新設分割だったりですね、既存の会社に一部の事業を包括承継させていく吸収分割だったりというのは、この会社分割に含まれます。あとですね、事業譲渡ですね、ある会社の一部の事業を切り離して譲り受けていくというところになります。ここは包括承継ではないので、基本的には各契約だったり社員ごとにこの契約の巻き直しというのが必要になるというところになっております。当社で扱っている M&A で一番多い手法についてはですね、一番はこの特定の株主からの相対取得ですね。事業の取得でも合併はほぼなくてですね、この買収した後に合併というのはあるんですけれども、ほぼですね、会社分割だったり事業譲渡などが使われるケースが多くなります。圧倒的に多いのがですね、当社で扱っている M&A 手法で多いのが、この特定株主からの解体取得になっております。このようにですね、 M&A と一言で言ってもですね、このように様々な手法があります。それはですね、上場会社の株式を取得するのか、非上場会社の株式を取得するのか、それともですね、事業を取得するのか、一部を取得するのか、 100% にしたいのか、グループ内再編なのか、あらゆる目的に応じてですね、様々な手法っていうのが活用されております。
はい、本日はですね、M&A の基礎編というところで、M&A 手法の様々な部分について、見ていきました。引き続きですね、M&A に関する情報を当チャンネルで発信していきますので、ぜひですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。当社ではですね、M&A の様々なご相談、無料相談を受け付けておりますのでですね、ぜひ、些細なことでも結構ですので、ぜひお問い合わせいただければと思います。